おはようございます。ノーズダイブチャンネルのてっぺです。皆さん気づきましたか？今日いつもとちょっと車ちゃうんで、画角がちょっとちゃうんですよ。ノーズダイブチャンネル今日は梅田の方を向かっております。で、さっきちょっと資材買って今こっち向かってきてるんですけど、資材屋さんでセールになってた服があったんで、なんか4000円ぐらいのやつが1000円ちょろぐらいやったんで、ちょっとつい手に取って買ったんですけど、いざレジでピッてしたらそのまま5000円ぐらいで定価でしたやられたって。もうええわと思って買ったけど、今これです、着てるやつ。まあ結局楽天ポイントカードで支払ったんですけど、僕2万円ちょっとあったんで、それでちょっと支払いしました。あかんで、あんなずるいわ。まあいいですって返したらいい話なんですけど、まあ話ちょっと変わるんですけど、今週の土曜日第2回目の撮影が行われます。拍手。僕の家にまた集まって、今回はノーズダイブの穴の方の動画をメインでちゃんと撮るんかなと思ってます。でまあみんな都合つけばそのまま海に遊びに行っちゃおうかなと思っております。いやー楽しみやな。なんかやっぱり楽しいことの予定が立つとモチベーションが上がるというか、それを楽しみに頑張れるっていうところもありますよね。はあ、まあ仕事で前ちょっと僕遅刻しちゃったんで8時集合やったんですけど、結局家着いたの多分何時やろ、11時とか10時半とかそこら辺やったんですかね。さっき家入っといてもらって待っとってもらっとったんですけど、グダグダな動画しか撮れてなかったみたいです。今日はそんなとこかな。じゃあいつもの締め言っときます。ノーズダイブチャンネル、あ、ちゃうわ、え、いつもなんて言ってたっけ。あ、今日もこの動画を見てくれてるあなた、あなたの生活にもっとどっぷりノーズダイブしたい。で、ノーズダイブチャンネル、何の動画上げていくのって、今日も言わない、今日も言わない